よーし、踏んだらしだ、マースライド。さあチェンジ、踏ん、スーパーサーシュート。はい、ということで変身シーン見ていただきました、ありがとうございます。ということでちょっと上着がね、やっぱそれっぽいのがないです。やっぱ特徴的ですしね。プレミアムバンダイで予約しましたので、5月6月発送だったかな、その時になったらね、もう一度やりたいと思います。で、僕が今やったのは、純正対キューレンジャー変身講座第1話シュシレット&カメレオングリーン編のシュシレットやらさせていただきました。でね、ちょっとね、部屋がね、僕狭すぎて、ここのね、白いやつに、もうこの、オレンジ色のね、塗装、あ、映ってねえな。オレンジ色のね、塗装を剥がしてしまって、ここを傷つけてしまったという、まあ自分のものなんでね、しょうがないんですけど、やっぱ広いところで、キューレンジャーの変身シーンをやってください。腕をね、大きく回します。ハミーの変身講座ということで、マースライドするときのコツもちょっと見つけました。ただ本編とは違います。このね、上の部分の赤いやつ、映ってるかな？ここの上の部分のここですね、赤い部分。これが結構なんか支えになってるので、普通にした状態でマースライドってやると結構ね、ここでカチッて止めるのが難しいんですよね。行き過ぎちゃう。マースライド。ちょっと行き過ぎちゃう。行き過ぎたりする。ただ、上に人差し指を置くと、中心に来やすくなります。マースライド、ちょうどね、本当に中心に来やすくなります。ただ本編っぽくやるなら親指を後ろの方から回すスライドで、真横で止まる位置で、あの、後ろに親指を持ってるといいかもしれないですね。回すスライド、ちょっと難しいね。でもね、本当にそれで、これシシレットの時はね、ここのね、ハンドル部分をこうする動作がないんですよね、この変身講座の動画だと。なので、あの、その通りにやりましたけども、どうするのかな、最初からこの状態だったらはめて、ハミーが確かはめて、倒して、前にやって、ガチャってやって、こうやってた気がする。ですので、ここにまずはめます。結構強めにはめないと、これがね、ロックがしないので、コツはこっちの矢印が書いてある方を先にガチってやる感じでやると、ガチャってはまりやすいです。こっち側からこうやってはめようとすると、あんまはま、うまくはまらない。はまらないですね。浮いちゃいます。なので、こっち側をガチャッとはめると、はまります。そして、真正面に持ってきて、これもね、難しい。手を離しちゃうと、簡単なんですけど、こうやって戻そうとすると、後ろの方向にこうやって動いちゃうんですよね。4方向に星座ブラスターは動くので、本当に難しいです。なので、真正面に持ってくるときも、さらに、おう失礼しました。真正面に持ってくる時も難しい。ガシャってやって勢いよくこうやると自動的に星座チェンジになったりとか、なんかこの、うん、難しい、本当に。まあこれでもいいかもしれないね。なんかこういう変身する人もいるかもしれない。こうやってさあチェンジみたいな、なんか多分やる人もいるかもしれない。中にはね、キューレンジャーだから分かんない。変身ポーズいろいろあるのかもしれないけど、あるかもしれない。だからね、自動的になっちゃうので結構難しい。普通に、ゆっくりとは言わないですけども、このぐらいでやって、さらに、これも優しくやらないと、後ろに引いちゃう場合がある。本当に優しくね。そしたら、構える。多分ね、指はこうやってると思うんですよ。多分ね。で、スターチェンジと叫んだら、腕を大きくこっち、時計回りですね。時計回りに回します。時計回りに回すときには、これも後ろに、こっからこう。で、ゆっくり、下ろす。その時にちょっとかがむんですね、膝を。そして、ここの鳥が大きく。で、シシーって言ったら、名乗りですね。スーパースター、シュシレットみたいな感じでね、
結構でもね、やっぱここが痛くなっちゃいますね。大人だとこの持つところの部分のグリップ部分が、まあ広めにはできてると思うんですけど、ちょっと痛いですね、やっぱりね、ここの部分がね。はい、ということで、すごく面白かったです。第1話感想といたしまして、うん、獅子座流星群とか、あとなんか僕がやっぱ思ったのは、スターウォーズ僕好きなので、あ、スターウォーズっぽいって普通に思いましたね。あの将軍だかなんだか、あの上に行った時の敵のボスみたいなのがね、あのスターウォーズのダースシディアスみたいな感じに思いました。最初はやっぱり5人だったんですね。1話としてはまだ5人ということで、次にはもう2人が出てくるみたいですけども、5人と。で、それで九連王にもうまい感じにこう話がなりましたね。ということで、スターチェンジ。はっ、結構ね、広くないと本当に危ないので気をつけてください。後ろにも手を回すので大きくね。はい、ということで今日はキュウレンジャーシシレッドの変身シーンでした。それではまた明日。